皆さんこんばんは、スルメです。今回は久しぶりに島整備をしていきたいと思います。はい、というのもですね、私1年前から夢番地でね、この我がスライムナイトの島公開をしてるんですけれども、それから1回もね、島の更新をしていなかったんですよ。で、私ね、まあこの1年でおふざけマイデザインもね、たくさん増えてきたので、ちょっと更新をしたいなと思っております。なので今回はその準備として島整備をしていきたいと思います。ちょっとね、雑談とかもしながらゆるい感じの動画になるんですけれども、やっていきたいと思います。まあ何個かね、やりたいことがあるんですけど、一旦ね、ちょっとマイデザインを貼っていきたいなと思います。一旦ね、この蜂を取って、そう、私はこの蜂の巣にね、用があるんですよはい、お察しの方もいると思いますが、あれをね、貼りたいと思います。蜂蜜がこぼれちゃってる、マイデザイン完了。はい、てな感じでね、貼っていきたいと思います。はい、実はね、私あんまり普段から島にマイデザインを貼ってなくて、なんでかっていうと、新しいマイデザインの動画をね、出してる時に前のマイデザインがあるとどうしてもね、気が散るかなと思ってて、あえて貼ってないんですよ。なんかこういうね、自販機の下に小銭があるみたいな、なんかこういう自然に溶け込むようなマイデザインとかは貼ったりしてるんですけど、そんなにね、いっぱい貼ってないんですよね。よし、ちょっとここら辺にタピオカこぼしとくか。よいしょ、アイスもこぼそう。はい、こんな感じでこぼれゾーン完成。あとリンゴね、このリンゴを落として、かじられたリンゴも仕込みたいと思います。あとね、ずっとね、直したいなって思ってたところがあるんですけど、あ、ちょっと待って、このね、我が島のスライムのテカリの部分ですね、ここをね、ちょっと白いお花で埋め尽くしてみました。はい、で今回ね、直したいのがこの畑なんですよ。このね、畑の柵がね、ちょっと気に入らないので直したいと思います。これね、本当に私も畑が作れるってなってテンション上がって、何も考えないでね、作ってしまったので、全部ね、均等に柵を作ってしまったんですよそう、なので、なんていうのかな、こう真ん中でちゃんと綺麗に作業できるように、そう、柵を外側に囲いたいなと思うので、ちょっとそれをね、やりたいと思います。そう、こういうことです、こういうことこう外側をこう綺麗にね、囲って綺麗に整えていきたいと思います。はい、こんな感じでね、そう、こういう風に綺麗にしたかった、外側を囲いたかったんですよ。ちょっと待って、最悪なことに気づいた。これ真ん中のさ、畑はさ、横の柵がいらないので、これ一個ずらさなきゃいけないわ、畑を。こういうとこなんだよなちゃんとね、頭でちゃんときちんと考えてからやらんから、こういうことになる。はい、まあ、柵の位置を変えるだけじゃなくてね、もうしまくりで土の位置をね、変えないといけないので、結構めんどくさいんですけどはい、まあ、でも今回はもう島更新でこの畑にね、皆さんが来るかもしれないので、ちゃんと綺麗にね、したいと思います。そう、あとね、島更新するにあたってちょっとした注意事項があるんですけど、私ね、もうおふざけマイデザインを作りすぎて、もう数がね、マイデザインの数が持てる範囲をとっくに超えてるんですよ。そう、なので島更新するんですけど、今まで作ったマイデザイン全部島に貼れるわけではないっていうのを、ちょっとね、理解していただけたらありがたいなと思います。そう、なので、そう、前回の島にあったマイデザインが今回もあるとは限らないし、まあ、新しいマイデザインであっても絶対貼ってるとは限らないっていうのはね、ちょっと注意事項かなと思っております。なので、まあ、もしだったらね、今島更新してしまう前に、今のうちに今の状態のスライムナイトで遊んでもらって、写真とかいっぱいね、撮ってもらえたら悔いなく入れるんじゃないかなと思いますね。あと、まあ、そうしとくと、一回見とくと変わった時に、あ、これ変わったんだとかもね、わかるので、まあ、より楽しめるんじゃないかなと思います。やばいね、これもう島整備動画じゃなくて畑作り動画になる完成しました。めっちゃ綺麗になった。ビフォーアフター、まあ、ちょっとした違いなんですけどねはい、ではね、ここにね、ちょっとマイデザを仕込みたいと思います。じゃがいもを狙うディグダまあディグダ、じゃがいも食べるかわかんないんですけれども、仕込んでみました。
リグダを置いたらね、モンスターボールも置きたいので、ここにね、リンゴの木を植えて、先ほど同様リンゴを落とし、この1個をモンボに振る。結構可愛くできました。あ、ビアンカ様が私の畑を見に来てくれたんじゃないですか。暑いからってダラダラしてちゃダメよスルタン。え、ちょっと待ってえ、めっちゃキビキビ働いてたんですけど今日は、まあ、せっかく野菜があるので野菜を食べるスペース作りましょう。はい、ここでね手を洗って、もう新鮮なね野菜をそのまま生でガブッとねいってもらいたいなと思います。はい、そしてトマトといえばね、こちら、はい、つぶれトマトのマイデザインを貼りたいと思います。はい、こんな感じ。そう、今ね私こうやって海岸にねめちゃめちゃヤシの実を植えまくってるんですけど邪魔なのでちょっとこれも撤収したいと思います。そう、まあ、なんでこれヤシの実をこうやってね植えまくってるかっていうと、私ねまだ虫図鑑が全然完成してないんですよでこのヤシの木にねなる系のカブトムシとかこのクワガタ系が全然取れてないので、なんかどこでもね出るようにと思って、そうヤシの木を生えまくらせてたんですけどそう夜とかねそう結構チェックしてたんですけど、でもなかなか取れないですね。はい、ではね綺麗になったこちらにカビマキシムトマトもね置いときましょう。はい、食べ物系をね近くに置いてちょっとカービィがね元気になってくれればいいなと思いますね。謎のトマト推しえ、ちょっと待って我が島のカービィいるんですけど、ちょっと我が島のカービィとカービィの夢の共演かわいい。あたいってさ漫画は結構読んでる方だと思うんだ。今読んでるのは真面目のワッシャイっていう学園漫画で、え、めっちゃ面白そうやんそれ貸してそれ私に、後で後で貸してそれ。はい、まあ、こんな感じでいろいろねマイデザインを貼ったりとか家具を置いたりとかしてきたんですけど、まだまだねいろいろまだ貼ってないマイデザインもいっぱいあるし、やらないといけないこともねいっぱいあるんですけど、あ、そうだそうだ、ちょっと待ってな、どうしたプレゼントありがとう。何でしょう、小人の服。なるほど、ちょっと着ましょうかね、せっかくくれたので。あ、待って、可愛いかも。じゃあちょっとこの服でねあとは作業しようかなと思うんですけど、はい、お家にちょっと貼りたいマイデザインがあるんですよ。はい、今ね我が家はこんな感じになっております。はい、あの前回の島公開の時は時間がなくって、お家をねあんまりなんかこういう風に模様替えすることができなかったんですけど、今回はちょっとねやってみました。ここがまあエントランスみたいにねなっております。で、私が今マイデザインを貼りたいのは2階のスペースなんですけど、はい、こちら埴輪スペース。はい、ここにねもう埴輪が全種類置いてあるんですけれども、私はここにねあの自作のシークレット埴輪を置きたいと思います。どどーん、あ、逆だった。はい、こちらしずえさん埴輪。はい、これで完全にね全種類の埴輪が揃いました。なんかビアンカ様がくれた服さ、この部屋にめっちゃ合いますね。はい、あとねこのお家の外観もね変えたいんですよ。今ちょっと緑色っぽくしてるんですけど、私イカなのでちょっと白にねしたいと思います。へい、タヌキ。マイホームの相談、リフォームがしたい。はい、お願いしたいと思います。あ、そっか、今のこの白いかやぶき屋根これだけなんだ白。あ、待って、これいいかもしれない。これライトグレーって言ってるけど結構白っぽくない？したらちょっと屋根もねベージュにしてもいいかも。こんな感じでどうだいぶ雰囲気変わったかも。ちょっとこれにしてみようかな。はい、ではねちょっと天気が悪くなってきたのでラジオ体操をして終わりたいと思います。はい、実はですね私まだお恥ずかしながらねラジオ体操の回数達成してないので最後の報酬のリアクションもらってないんですよね。なのでやっていきたいと思いますはい、まあこんな感じでですね今回は島整備をやりました。はい、私はあのマイデザインをね外に貼ることが多いのでマイデザインのほとんどに草の影をつけてるんですけど、
季節ごとに草の色ってね変わっていくので、それに合わせていかないといけないんですよ。それでこまめにね島更新ができないっていう理由が実はあるんです。なのでまあ9月に入る前にね一応島更新はしたいなと思っております。そう、この夏はね本当にねいろいろ夏にやりたい企画実はあったんですけど、もう私のスケジュール管理能力がなさすぎてもう結構ねできなかった企画とかいっぱいあったので、そう動画のね投稿頻度も去年の8月と比べたらもう3分の1以下ぐらいになってしまって、もう本当にねごめんなさいっていう感じなんですけど、まあでもねちゃんと頑張って島公開したいなと思いますので、ぜひね遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。まあ島公開をちゃんとするときはそれはそれで動画上げるので、まだね島公開はしないので楽しみにね待っていただけたらありがたいなと思っております。はい、こんな感じでゆるっと楽しくあつ森やっております。もしねよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、ということでね最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでしたー。